はい、皆さんこんにちは。 EY 新日本有形線キリン監査法人パートナーの大久保と申します。本日の動画は自動車業界における気候変動関連開示のポイントについて解説していこうと思います。プレゼンターは私を含む EY 新日本の自動車セクターナレッジサスティナビリティ分科会に所属するシニアマネージャーの佐久間さん。こんにちは。パートナーの松原さん。こんにちは。そしてマネージャーの山川さん。こんにちは。この4名でお送りしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて佐久間さん、最近では気候変動を含む企業のサステナビリティ開示に関する期待はますます高まる一方ですが、自動車業界でも各社熱心に取り込まれている状況ですよね。そうですね。近年欧州や欧米では気候関連開示を含むサステナビリティ開示が企業に要求されていますが、日本でも最近企業内容等の開示に関する内閣府令等が改正が行われ、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示が求められるようになってきました。やはり財務諸表だけではもはや企業価値を読み取ることができなくなっているということですね。投資家が非財務情報の開示を強く企業に求めていることの表れでもあるかと思います。もちろん自動車業界でも気候変動を含むサステナビリティ問題は重要な課題になっているかと思います。なるほど。松原さんどうですか。はい、気候変動により大きな影響を受ける自動車業界では各社主要な課題として取り組んでいる傾向にあります。有価証券報告書での開示が義務付けられる前から、統合報告書やサステナビリティレポート、そして各社のホームページにおけるウェブ開示など任意の開示により取り組んできた会社が多くなってきています。なるほど。こちらが気候変動に関する CDP のスコアが上位の自動車業界の会社をまとめたものになります。 CDP はカーボンディスクロージャープロジェクトの略で、2000年に設立された国際環境 NGO です。各社に対してサステナビリティに関する質問を送付し、それに対して企業が行った回答をもとに各社の取り組み状況をレーティングしています。今回は気候変動に関する回答を利用しましたが、その他にも水セキュリティ、森林といった切り口でもスコアリングを実施しています。日本で気候変動が A 評価の会社は75社あり、そのうち自動車業界では川崎重工業、横浜ゴム、デンソー、トヨタ自動織機の4社が A 認定されています。 A、A-、B 評価で見た場合、完成車メーカーで10社、部品サプライヤーも10社となっています。ここからも各社が熱心に取り組んでいる状況が見て取れると思います。このように CDP に評価されること自体が企業の評価を上げるとも考えられますね。ええ、企業が企業価値を上げるためにはサステナビリティ課題をしっかり識別し取り組んでいくことがもちろん重要ですが、それを外部に対して積極的に分かりやすく説明していくことも重要となります。では本日のテーマである気候変動関係の開示についてですが、開示にあたってのポイントはあるのでしょうか。山川さんいかがでしょう。はい、気候変動の開示を行う際、多くの企業が TCFD の提言に従った開示を行うことになると思います。ご存知の通り TCFD 開示においては、この表の縦軸であるガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4本の柱に従って開示を行います。有価証券報告書においては、戦略と指標及び目標は各企業が重要性を判断して開示する項目とされていますが、実際にはこの戦略の部分について各企業がシナリオ分析を実施して気候変動に対してどのようなリスクと機会を識別してそれに対応していくかという点を整理することが非常に重要になってきます。気候変動に関する自動車業界特有のリスクと機会もこのシナリオ分析で識別されるわけですよね。はい、そうですね。そして指標と目標において、その課題に関するその企業の目標と現状はどうなっているのかということに関して
定性的、定量的に開示を行うことになります。ご想像の通り、この戦略パート、そして指標及び目標パートにおいて、その企業の経営の特色が強く現れることになります。もちろん投資家もそれに注目していると思われます。そのため企業もより多くの時間を当該セクションの対応に充てているかと思います。はい、従いまして、本動画では気候変動に関する開示のうち、特に企業が時間をかけて対応することが必要となる戦略パートと指標と目標パートにおける温室効果ガス、すなわち GHG 排出量における自動車業界の特色と開示の際のポイントをテーマにお話ししていきたいと思います。わかりました。それではよろしくお願いします。さて、まずは気候変動開示対応における戦略パートですが、松原さん、実際に企業が取り組むにあたってはどのように進めればよいのでしょうか。はい、戦略パートの取り組みにあたっては、先ほど申した通り、まずはシナリオ分析が必要となります。具体的にはこちらの4つのステップを実施します。まずは1番目のリスク、機会の特定と重要度の評価、これはどういったことをやるのでしょうか。はい、各社が自動車業界において直面するリスクと機会について多面的に洗い出し、特定する必要があります。その上で重要度の判定を行います。現在および将来に想定される会社が直面する気候変動に関するリスクと機会は何か、それらは将来に重要となる可能性があるか、会社のステークホルダーは関心を抱いているかといった点について、業界の目線、自社の目線で取捨選択していきます。ここで自動車業界に属する各社がそれぞれ直面するリスクと機会は何か、そしてステークホルダーの目線から何が重要かを選択していく必要があるのですね。はい、そのためにも次のシナリオ群の定義をする必要が出てきます。リスクと機会を特定する前提として、いかなるシナリオと世界観が自社にとって適切かを定義する必要があります。シナリオについては一から考えるのではなく、国際エネルギー機関の報告書である世界エネルギー展望などを参照することが行われています。将来の世界を鮮明に認識することがポイントとなってきます。なるほど。そして3番目に事業インパクトの評価ですね。これは事業への影響を評価するということだと思いますが、何かポイントはありますか。それぞれのシナリオが会社の戦略的、財務的ポジションに対してどのような影響を与えるかを評価します。その際には数値の精度を追求しすぎないことがポイントですが、これについては後ほど解説いたします。そして4番目が対応策の定義ですね。ここまでのステップを踏まえて対応策を検討するということだと思いますが、自社にとって適用可能で現実的な選択肢を特定するイメージでしょうか。その他気をつけなければならないポイントはありますか。対応策を定義する過程で、自社の戦略的、財務的な計画にいかなる修正が求められるかという観点で検討しましょう。また複数のシナリオに対して幅広く構えることがポイントです。シナリオ分析の流れについてなんとなくイメージが湧いてきました。でもこれ分析するだけで終わりじゃないんですよね。そうですね。各社のシナリオ分析の対応レベルやその開示状況は様々ですが、これらのステップごとにシナリオ分析の結果を経営プロセスにうまく組み込み、会社としてどのように対応していくか、丁寧、率直、かつ分かりやすく読み手目線で開示していかなければなりません。ここで自動車業界の特徴について見ていきましょう。生産から販売まで見渡すと多くのプレイヤーが存在します。このうち素材、部品、車体組み立て、委託生産、これらを行う企業のことを一般的に部品サプライヤーと呼びます。この動画では完成車メーカーと部品サプライヤーに着目して解説していきます。早速ですが、自動車業界は大きく分けて完成車メーカーと部品サプライヤーに分けられるということですが、現在の対応状況に両者の違いはあるのでしょうか。はい、完成車メーカーでは
業界を代表して社会の前面に立つ立場にありますので、部品サプライヤーと比べて先行している状況です。なるほど。では自動車業界におけるリスクと機会はどのようなものが識別されているのでしょうか。それでは具体的に見ていきましょう。まずは物理リスクです。物理リスクとは気候変動によって実際に発生する可能性のある事象に関するリスクです。影響の程度と発生可能性に基づく重要度が示されていますが、これは何かルールがあるのでしょうか。はい。自動車業界でどのような項目が挙げられているか整理するために、 EY の自動車セクターナレッジが独自に集計しています。なお影響の程度、発生可能性については CDP の気候変動に関するアンケートに対する各社の回答結果を利用しています。ここでは異常気象や風水害の激甚化といったキーワードが出ていますね。例えば夏場の気温が今よりもっと高くなってしまうと、工場の労働環境を維持するために今より多くの空調コストがかかる可能性があります。また集中豪雨などが頻繁に起きるようになれば、サプライチェーンの乱れにより生産効率の減少や事業停止になる恐れがあります。日本でも毎年のように集中豪雨は起きてますし、もはや身近なリスクとして考えなければならないということですよね。物理リスクについて完成車メーカーと部品サプライヤーで何か違いはありますか。基本的には同じです。ただし完成車メーカーの場合には、部品サプライヤーの部品が何か一つでも届かない場合には生産に影響が出ますので、より大きな影響を受ける可能性があります。続いて移行リスクについて見てみましょう。気候変動に関連して新たな規制が導入されたり、市場のニーズが変化したり、これに対応するための新たな技術が開発されたりと、さまざまな変化が起こります。自動車業界では電気自動車に関するニュースが毎日のように流れるなど、業界を取り巻く環境は大きく変化していますよね。企業はこうした状況の変化に対応していかなければなりませんが、必ずしも全てに対応しきれない可能性がある。これが移行リスクです。移行リスクは規制、技術、市場、評判の4つに分類されます。気候変動に関するさまざまな変化に対応できない企業は、投資家や消費者からも厳しい批判を受けそうですね。移行リスクに関して完成車メーカーや部品サプライヤーで何か違いはありますか。根っこの部分は同じです。完成車メーカーは完成車に対して責任を負っているため、規制対応を挙げる企業が多くなっています。一方、部品サプライヤーでは完成車メーカーからの要請に応えるため技術開発を挙げる企業が多くなっています。さて、ここまで気候変動関連のリスクについて見てきましたが、これをポジティブに捉えれば、そこには多くのチャンスがあることも意味しています。これを各社において機会として捉えています。気候変動対応により新たな市場が生まれる可能性がありますし、対応していく過程で新たな技術やより効率的な業務ができるようになる可能性があります。うん。機械についても完成車メーカーと部品サプライヤーとで何か違いはあるんですかね。サプライヤーでは新たな技術開発による新市場への参入など、完成車メーカーよりも野心的に考えているところが多い印象です。自動車部品の製造というこれまでの枠組みを新たな技術で飛び越えていくというところまで思い描いているかもしれませんね。変化をチャンスと捉えて自社の強みを発揮していくことができるか、各社にとっての腕の見せ所です。さて、ここまで自動車セクターにおける気候変動関連のリスク、機会について見てきました。やはり自動車業界というのは物理リスク、移行リスクの双方で気候変動による影響を大きく受けそうですね。そしてそれは完成車メーカーのみならず、サプライヤーでも概ね同じということが分かりました。では次のセクションでは、このようなリスク、機会がどのようなシナリオの下で識別されたのか、シナリオ群の定義について見ていきましょう。それではシナリオ群の定義について山川さん、ご説明をお願いします。はい。シナリオ群を定義して具体的な将来像を描くことは、今説明があったリスク、機会を
識別する上でも必要となりますが、具体的な将来像を共通認識として持っておくということは、この後出てくる対応策を立てる上でも重要です。また気候変動への対応としては、社内全体複数部署にまたがって進めることになりますので、具体的な将来像について共通認識を持っているっていうことは、その後の活動をスムーズに進めるためにも重要なポイントとなります。なるほど。では具体的にどのように将来像を描けばよろしいのでしょうか。はい。シナリオ群の定義について、一般的には IEA 国際エネルギー機関の報告書や IPCC 気候変動に関する政府間パネルが発表した報告書など、信頼性のある外部機関の情報を参照しつつ、4度、2度、1.5 度以下などの複数のシナリオを選択することが考えられます。この選択したシナリオについて、その状況下における世界観を、関連するパラメーターやステークホルダーを意識しながら、より具体的に描写することが望ましいです。自動車業界の描くシナリオ群の特徴としては、原材料とサプライヤーから最終顧客まで、上流から下流までの長いサプライチェーン全体が対象になる点や、グローバルにビジネス展開をしていることによって、各国の規制や各当局との関係によって大きく左右される点が挙げられます。グローバル全体、そしてサプライチェーン全体で、それぞれのシナリオごとにリスクと機会を識別するという点で、やはり自動車業界に関するシナリオ分析は大変ですよね。はい。なお複数シナリオを選択するという点においては、他の業界と同じように温暖化が進んでしまった4度あるいは一定程度食い止められた 1.5 度と2度、そのどちらかを挙げている会社が多いです。それぞれの温度のシナリオには、具体的には次のような特徴がありました。4度シナリオの場合には、化石燃料に依存した社会が継続しており、地球温暖化に歯止めがかからないという前提が置かれています。その世界においては、政府施策は消極的であり、排ガス規制や充電インフラの普及は特定の国や地域に限られており、その結果電動車の普及も進まず、内燃機関車のマーケットに占める割合が引き続き高い状況が想定されています。またその環境下においては、気象災害の発生も激化し、サプライチェーン寸断のリスクがより高まった状況と考えられます。やはり4度シナリオの時に重要な物理リスクが考えられるわけですね。はい。一方 1.5 度、2度のシナリオの場合には、一定程度再生可能エネルギーへのシフトが進んだ世界が想定されています。排ガス規制や充電インフラの普及も広く先進国や新興国まで行き渡り、各国政府がネットゼロのための政策に踏み切っていることが考えられます。ネットゼロを達成するための取り組みとしてのカーボンプライシングについても導入が進み、こちらも特定の国に限定されず広く導入されていることが想定されています。その結果として電動車の需要も増加、またこのような環境下では消費者の思考も変化しており、ライドシェアや車を所有するという形の変化にも触れられていました。では山川さん、具体的に4度そして2度および 1.5 度の各シナリオにおける自動車業界の特徴は分かりましたが、実際に開示するとなると留意点等はあるのでしょうか。はい。実際の開示の例として三菱自動車を紹介させていただきます。こちらは三菱自動車のサステナビリティレポート2022からの抜粋です。想定される2030年の社会像として、シナリオ群を分かりやすく具体的に示している例となります。外部機関のシナリオを参照しつつ、シナリオ4度、2度、1.5 度の3つについて具体的な社会像が描かれています。各シナリオ別に想定される影響が記載されていて分かりやすいですね。はい。さらにその中から選んだ 1.5 度シナリオの場合の社会像を図を使って各ステークホルダーとの関連性を示しています。自動車業界の特徴となる各国政府の規制による影響やサプライヤーとの関係、市場・顧客の動向、また新規 EV メーカーの参入という点も反映されています。
このような俯瞰的なイメージを入れることで、会社を取り巻くステークホルダーの関係がどう変化していくのか分かりやすくしているんですね。はい、おっしゃる通りです。例えば充電インフラの普及状況や政府が出す補助金が顧客が電気自動車を選ぶか否かに関わってくるなど、企業を取り巻くステークホルダーが他のステークホルダーにどう影響してくるのかという関係性も分かりやすくなっています。その企業が各シナリオでどこでどのような影響を受けるのか、それを網羅的にただ重要な部分を簡潔に整理して伝えると読み手も理解しやすいですね。では続いて事業インパクトの評価はいかがでしょうか。はい、特定したシナリオ下において識別したリスク、機会が事業に与えるインパクトの評価を実施し明示することで、各社が何を重要なリスクとして捉えているのかという点が明示されます。この事業インパクトの評価は対応策を立てる上でも優先順位付けにおいて役立てられます。自動車業界の会社が何を重要なリスク、機会として捉えているのかといった点については、先のご説明の中で触れられていた通りですので、一般的な傾向について1点だけ触れさせていただきます。事業インパクトの評価としては、大中小やリスクが高い低いといった形で定性的な評価にとどめている会社が多い傾向にあります。一方 TCFD の実務ガイドの中では定量的な評価を行うことが推奨されていますので、この点についてはこれからの各社の取り組みが期待されます。冒頭の説明の中で数字の精度を追求しすぎないことがポイントとありましたよね。はい、投資家からは概算でも良いのでまずは金額規模感を把握したいというのが投資家からの期待となっています。 CDP への回答の中では、リスク、機会ともに財務インパクトについて概算であっても数値として回答している会社も多かったので、今後これらが任意開示の中で積極的に開示されていくことが期待されます。それでは最後に対応策の定義です。各シナリオをもとに識別されたその企業のリスクと機会について対応策を策定するわけですよね。対応策の策定開示について何かポイントはあるのでしょうか。はい、事業インパクトの評価を踏まえて重要度の高いものについて、またその時間軸についても意識しながら対応策を立てる必要があります。気候変動問題が長期間にわたる問題であるということや、一企業だけで対応できる問題ではなく業界全体で対処していく問題であることを踏まえると、短期的な対応策のみではなく中長期的な対応が重要となってきます。また立てた対応策の進捗度を測るために、具体的な指標を用いた目標の設定も合わせて整理することが望ましいです。自動車セクターの会社では短期的な対応策としては、足元の災害等によるサプライチェーン寸断に備えた BCP の強化や、各生産拠点にて管理を徹底することや、使用する材料やエネルギーを工夫することによる排出量の削減が挙げられていました。中期長期の対応策となるほどその対応規模は大きくなり、中期では自社の工場のカーボンニュートラルを対応策としていますが、長期的にはサプライチェーン全体としてのカーボンニュートラルにしていくというような対応策が掲げられています。サプライチェーン全体の対応となると業界全体の対応が必要となるので、長期的な対応とならざるを得ないですね。その通りですね。対応策については現在すでに足元でその取り組みが進んでいるものもあると思いますので、自社の対応状況も確認しながら、足りない部分については経営戦略に織り込んでいくことが必要となります。それではここまでのステップが分かりやすく開示されている例として、再度三菱自動車の例をご紹介させていただきます。まず採用したシナリオごとに特定したリスク、機会を明示し、想定される事業活動への影響を整理しております。その上で影響の発生時期と影響度の大中小を整理しています。ここで影響度大として評価したものを中心に対応策を立てていきます。
例えばここでは電動車の需要拡大という機会を影響度大としています。このページでは前の開示箇所で影響度大として識別したリスク、機会とその対応策の関係が表で示されています。前の開示箇所で影響度大として評価した電動車の需要が増加するという機会に対して PHEV、EV などの電動化の推進が対応策として挙げられていることが読み取れます。もちろん各社の具体的な対応策としては先ほどの表だけでは記載しきれないと思いますので、それぞれの対応策については特に会社が重点を置いているものについてより詳細な記載がなされています。電気自動車の普及は全世界的に自動車業界全体として今取り組んでいる活動と理解していますので、これまでどのような実績があるのかという点もアピールしながら、今後具体的にどのように取り組んでいくのかを記載することで、会社の経営戦略そのものとのつながりも分かりやすくなります。気候変動への対応と経営戦略のつながりがここで見えてくるということですね。そうですね。気候変動対応を通じてどのように競争優位性につなげていくのかといったことを示すことで、企業のレジリエンスをよりアピールできると思います。ここで掲げた対応策を推進していくために、会社は対応策について具体的な指標と目標を立てることになります。複数のシナリオ分を定義した上で、グローバル全体、そしてサプライチェーン全体におけるリスクと機会を識別し、その企業にとって何が重要か、ステークホルダーの観点も踏まえながら選択していく過程が非常に分かりやすい事例ですね。そうですね。で、さらにその課題を自社の経営戦略と統合して、投資家に対してしっかりと説明していましたね。このように自社の気候変動に関するリスクと機会を識別し、そしてそのための対応策を十分に策定して、それを外部に分かりやすく開示していくことが企業価値を上げる上で重要なんですね。ではここまでは気候変動開示における戦略パートの自動車業界の特色と開示のポイントを紹介してきましたが、ここからは本動画のもう一つのテーマである指標と目標パートのうち、実務上大きな関心事となる GHG 排出量の算定開示について佐久間さんに説明していただきたいと思います。佐久間さんは現在財務省監査の傍ら GHG 排出量についての保証業務にも関与されていると思いますが、 TCFD 開示でも求められる GHG 排出量の算定について概要を簡単に教えていただけますでしょうか。はい。まずは世界的な GHG 排出量の報告と算定のルールとして GHG プロトコルというものが存在しています。各社このルールに従って動画の最初に出てきた CDP や統合報告書やホームページ上で開示を行っています。 GHG プロトコルでは GHG 排出量は3つの種類に分類されています。スコープ1は直接排出と呼ばれています。これは事業者自らがガソリンや軽油などのエネルギーの使用を行うことにより発生した分になります。スコープ2は間接排出と呼ばれています。これは電力会社等の他社から供給された電気でしたり熱、蒸気の使用によって発生する分になります。スコープ1とスコープ2は自社での使用による排出となっています。最後のスコープ3は他社による排出となります。これはサプライチェーンの上流と下流で発生する分になります。スコープ1から3を通してサプライチェーン全体の温室効果ガスの排出量を把握しようというのが GHG プロトコルの目的となっています。 TCFD の指標と目標のセクションでもスコープ1、スコープ2該当する場合にはスコープ3の排出量と関連するリスクの開示が求められています。 GHG プロトコルでは自社の排出量だけではなくサプライチェーン全体についての排出量の把握を目指しているということですよね。はい、その通りです。続いて一般的なスコープ1、スコープ2の算定について見ていきましょう。まず前提として GHG 排出量のうち最も一般的なものは CO2 排出量となりますので、
本日の動画の中では CO2 排出量を例に話をしていきたいと思います。算定方法ですが、スコープ1、スコープ2の CO2 排出量の計算はエネルギー使用量かける排出源単位の計算が一般的です。排出源単位とは耳慣れない言葉ですが、どのような意味なのでしょうか。排出源単位とは活動量あたりの CO2 の排出量を示す単位となります。この表の通り、例えばですが、車の運転等でガソリンを1キロリットル消費した場合には、その消費により CO2 が 2.500 トン排出されますよということを指しています。なお、今回の動画では計算を簡単にするために実在しない排出源単位を使用している点にはご注意ください。肝心の計算ですが、例えばスコープ1のガソリンの使用についての CO2 排出量を計算したい場合、ガソリンの使用量が5キロリットルで、1キロリットルあたりの排出源単位が 2.500 トン CO2 の場合には、 CO2 排出量は5×2.500 で 12.50 トン CO2 になりますので、この数字をスコープ1として開示します。スコープ2の電気の使用についての CO2 の計算も同様に計算されます。スコープ1とスコープ2で自動車業界特有の傾向はあるのでしょうか。スコープ1とスコープ2について、あまり自動車業界と他の業界では大きな差はありません。これは先ほどご説明した通り、 GHG 排出量の計算にはエネルギー消費量かける排出源単位の計算式が使用されているため、差が出にくくなっているからです。業界固有の事情があるというよりは、エネルギーの消費が多ければ CO2 排出量も比例して大きくなる傾向にあります。また排出源単位の大きいエネルギーを使用している場合にも CO2 排出量は大きくなります。なので業界による違いというよりは、製造業か非製造業か等の事業の違いによるものとなっています。なお、自動車よりは少し広い意味での運輸にはなりますが、エネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する法律、すなわち省エネ法では、年間輸送費3000万トン以上の特定荷主、つまり規模の多い運輸会社を指していますが、これらの会社についてはエネルギー起源の CO2 排出量の定期報告義務があります。なるほど。現状の算定方法やボリュームについて、スコープ1、スコープ2では業界の違いによる差はほとんどない一方で、運輸会社は日本の法律で定期報告が求められているのですね。はい。ではスコープ3では自動車業界とそれ以外の業界で特色の差はあるのでしょうか。サプライチェーンの上流と下流をカバーするスコープ3の場合には、多少業界の色が出てきます。今投影されている通り、スコープ3は15のカテゴリーに分けられますが、一般的に自動車メーカー、サプライヤーともにカテゴリー11とカテゴリー1が大きくなる傾向にあると言えるかと思います。まずカテゴリー11ですが、これは消費者による自動車の使用、あるいは自動車部品の使用から発生する排出量となります。完成車メーカーの CO2 排出量の算定方法は、年間走行距離×生涯使用年数×年間販売台数×排出源単位などで計算されます。統合報告書やサステナビリティ報告書を見ていると、自動車1台あたりの走行距離や自動車1台の走行距離あたりの排出源単位は、業界や当局が公表しているデータベースの値を使用したり、自社の主要な市場の平均等を使用している会社等、様々ですね。計算式の要素を見ていくと、走行距離や使用年数や販売台数と、会社としてはビジネスを拡大していくために伸ばしていきたい数値のように思えますが、そうすると全体の排出量を減らしていくポイントは、排出源単位を小さくすることなのでしょうか。おっしゃる通りです。キーになるのは排出源単位です。数式の各要素を細かく見ていきましょう。
走行距離は購入者の使用によるものであり、会社がコントロールするのは難しいですよね。使用年数も使用できる期間が短いと購入者の不満やリピテーションリスクにもつながりかねませんので、会社があえて短くすることは合理的ではないように思います。また使用年数を減らすとカテゴリー11の CO2 排出量は減りますが、消費と廃棄を促すことになりますので、カテゴリー12の販売した製品の使用後の処理の CO2 が増加するため得策ではないように思います。販売台数を減らすことも利益を追求し事業を拡大していくことを目指す会社にとって、そのような選択をすることは通常考えられないでしょうね。そうすると最後に残るのは、大久保さんがおっしゃられた通り、排出減単位を小さくすることです。排出減単位を小さくするためには、1台あたりの自動車の使用にかかる CO2 排出量を削減していくことに貢献するようなアクションが必要です。例えば技術開発やサプライヤーとの共同開発を行ったり、ガソリン車から電気自動車に移行したり、ガソリンではなく再生可能エネルギーで走る自動車を製造していくことが考えられると思います。排出減単位を小さくするには結構な労力とリソースが求められる、スケールの大きな対応が必要となるということですね。はい、欧州やアメリカでは政府が電気自動車について補助金を出しており、排出減単位を小さくしていくことについては、このように個々の企業が頑張るだけではなく、業界全体や国のバックアップが必要になってくるかと思います。続いてサプライヤーの計算方法を見ていきましょう。基本的にはモーター、エンジン、エアコンなどエネルギーを消費する部品を製造している場合には、排出量はエネルギーの使用量×耐用年数×排出減単位等で計算されます。金属部品やゴム製品など製造する会社は、使用に際してそのものがエネルギーを消費するあるいはGHG を発生させる主体ではないため、 GHG プロトコルでは算定は任意となっています。しかしながら CDP の開示を見ていると、タイヤ会社などは任意でカテゴリー11を開示していますね。カテゴリー11でサプライヤーが排出減単位を小さくしていくポイントは何かありますか？排出減単位を小さくしていくには、エネルギー効率の良い省エネ機器の技術開発を進め、自動車部品の使用にかかる CO2 の排出量を小さくしていくことなどが求められるかと思います。また、カテゴリー11の特徴としては、簡単に言うと、完成車の排出量は部品の排出量の積み上げになりますので、サプライチェーンの下流に位置する完成車メーカーの GHG 排出量の方が、部品メーカーの GHG 排出量より大きくなる傾向にあります。続いてカテゴリー1になります。これは自動車や自動車部品の製造に使用される原材料、部品の製造、サービスの提供から排出される GHG 排出量になります。排出量は完成車メーカー、サプライヤーともに金額×排出減単位、あるいは原材料の投入量や購入量×排出減単位等で計算されます。カテゴリー1で排出減単位を小さくしていくためのポイントは何かありますか？そうですね、値段ではなく排出量が少ない製造方法を採用している排出減単位の小さい原材料を調達していったり、先ほどのカテゴリー11とも同じコメントにはなりますが、サプライヤーと完成車メーカーで CO2 排出量が少ない部品の共同開発を行っていくことで、排出減単位を小さくしていくことができるかと思います。ただ、自動車のような高い安全性が求められる製品の場合には、安全水準の追求と GHG 排出量の削減努力のバランスがとても重要になってくるかと思いますので、排出量ありきのサプライヤー選びはあまり適切ではないようには思います。また余談ですが、スコープさんの計算は各社が自社のサプライチェーンをもとに計算していますので、各社のスコープさんの全カテゴリーを単純合計すると、サプライヤーの下流と完成車メーカーの上流の部分など二重カウントが出てくる部分がありますので、
そこは要注意ですね。さて、今までスコープ1、2、3の算定方法や自動車業界特有の特徴を見てきましたが、今後非財務情報開示が進み他社比較をしたいと思うこともあるかと思いますが、他社比較をするにあたっての何か注意点等はありますか？はい、そうですね。GHG 排出量の見方についても注意点をご説明しましょう。さまざまな会社が CDP 統合報告書ホームページ上で GHG 排出量を開示していますが、他社との排出量の絶対値の単純比較はできない点には留意しましょう。なぜかというと大きく3つの理由があります。1つ目は算定には実測値が推奨されていますが、現状は GHG 排出量の実測データが入手困難なため、環境省通称 IPCC と呼ばれる気候変動に関する政府間パネルや各業界団体等が定めた活動量あたりの GHG 排出量を指す排出減単位を用いた推定値である場合が多くなっていることです。これは今の科学技術では GHG 排出量の正確な測定方法は確立されていないため、推計を使用して計算することが一般的になっていることが背景にあります。2つ目のポイントは、企業によってどのデータが入手できるかの状況に差があり、先ほど見てきた数式の通り、排出減退を乗じる相手として物量を使用したり、金額を使用したりと様々な算定方法が存在しているためです。3つ目のポイントとして、企業によって GHG 排出量の集計の範囲が異なるためです。集計の範囲は基本的には親会社と支配の及ぶ連結子会社の GHG 排出量の集計をするのが原則ですが、そのようになってない場合もあります。ですので開示された GHG 排出量の多い少ないだけの定量情報だけでは正しい判断をするのが難しい場合もあります。そうなんですね。いろいろな会社の GHG 排出量の比較をする際には要注意ですね。さて最後に、他に何か自動車業界特有の特徴はあるのでしょうか？そうですね、スコープ3はサプライチェーンの上流下流の GHG 排出量を対象としていますので、その集計方法の難しさにも特徴があるかと思います。自動車業界は1次、2次、3次サプライヤーや素材関連メーカーが存在するような裾野が広い業界ですので、完成車メーカーのスコープ3の集計には原材料、部品を供給してもらっている多くのサプライヤーや素材関連メーカーからの協力が欠かせないという、少しチャレンジングな状況があるかと思います。また裏を返せば、サプライヤーも自社での内部管理目的だけではなく、完成車メーカーの GHG 排出量の網羅的かつ正確な集計の期待に応えるために、集計プロセスを確立、運用、強化していく必要があると言えるかと思います。なるほど。スコープ3は自社だけではなく、完成車メーカーとサプライヤー両者が協力していくことが大事なのですね。さて、いかがでしたでしょうか。本日は自動車業界における気候変動開示、特にその中でも戦略パートと指標目標パートについて説明させていただきました。戦略パートでは、自動車業界におけるリスクと機会の特色、そしてシナリオ分析における開示の留意点を説明させていただきました。ここでは4度、そして2度および 1.5 度等の複数のシナリオにおいて、サプライチェーン全体を俯瞰的に分析することによって、ステークホルダーにとって重要となるリスクと機会を識別し、その対応策を短期、中期、長期の経営戦略と統合させて、分かりやすく読み手に説明していくことが第一ということでしたね。そして指標と目標パートでは、スコープ1から3の GHG 排出量の算定方法、そして自動車業界における留意点について説明させていただきました。自動車業界においては、高い安全水準が要求されることから、その安全水準を落とさずに GHG 排出量を減らすため、サプライチェーン全体で排出減単位を減らしていくことが、業界全体にとって有効であるということでした。本日の動画が皆様のお役に立てると幸いです。
ありがとうございました。ありがとうございました。